我々は間に合わないものと鷹をくくっていたがね、アラビアのロレンス。いや、むしろ願った通りだ、エルオレス。小賢しい。立場が逆転か。お前は何だ、はあ、勝ち気な女はいい。アメドラ、お前たちに自由を奪われたものよ。自由か、死ねば自由だぞ。それが望みなら帝国はいつでもお前たちに自由を授ける。今破壊のための兵器がこの砂漠を進み、お前たちの仲間や家族、家を全て破壊し尽くしているんだ。逃げ隠れする場所はどこにもない。すぐにわかる。全てが無になる。死だけがお前たちに自由。何を？ザラ、君がこの男から服を剥ぎ取り、足の剣を切り裂いて砂漠に放り出してやりたい気持ちなのは十分に分かっている。だが考えるんだ。そうね。悪いな、友人は寛容な気分じゃなくてね。嘘の指令を出す方法を話して、あの列車をおびき出して破壊する。無理だ。そもそも列車に連絡するのに一冊分の暗号表が必要になる。ああ、これのことかね。機械の進化は止められん。いずれ砂漠の下に眠る黒い黄金をめぐって世界中がお前たちの土地を奪い合う。いずれわかるさ。もちろん解読書だけで全てが解決するわけではなかった。オスマンがジャナワールと呼ぶ鉄の竜を破壊するには、それに暗号文を3度送り活動を停止させる必要があった。鉄道線沿いには複数のオスマンの前哨基地が配置されていた。各基地の司令官には重要な通信用のカプセルが預けられており、かの列車への命令はそれを使って届けなければならなかった。オスマンの文献隊が村に居座る中、その中に忍び込むのは容易ではなかった。オスマンは砂漠の僻地に前哨基地を設けている。多くの武器や車両が保管されているにもかかわらず守りは薄い。敵の襲撃を想定していないことは明らかだ。必要なら装備を手に入れるのにもいい場所となるだろう。古代遺跡はそこにかつて文明があったことを知らせる唯一の手がかりだ。オスマン帝国はそのただ中に最新の装甲車両や大砲の数々を持ち込んだ。3人の司令官を排除し、それぞれの通信用カプセルを奪う。そしてそれを使い偽の命令文を届けるのだ。この危険な任務にいかに取り組むかはザラの判断に任されていた。
Kardeşim, iyi misin?命令は一つでは十分でなかった。オスマン軍ではかの列車への命令は三度重ねて届かなければ正規の命令とみなされない規則となっていたのだ。
hal mi oldu?我々はザラに極めて大きな重責を負わせていた。だが私は彼女ならやり遂げられるものと確信していた。